エレベーターまで向かう時のホームと壁の間の通路って結構狭くて本当に怖いです。でもホームドアがあるととても安心します。皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今回はコメントや DM でたくさんいただいていた2つの動作ですね、車椅子の動作行動のことに関して動画が撮れたのでお伝えしていこうと思います。一つ目は電車の乗り方です。今回はですね、ゆりかもめに乗った時にたまたま友達が一緒にいて、撮影できたのでゆりかもめの電車の乗り方をお伝えしていますが、本来は、今回はですね、段差がなく自分一人で駅員さんに頼むことなく行ける電車でしたが、本来は一人で乗るときなど駅員さんにスロープ、こういったねスロープをお願いして乗り降りを行っています。ゆりかもめバージョンにはなるんですが、ぜひご覧ください。車椅子やベビーカーの人が通りやすいように幅が広い改札があります。でも私は通れるならこっちの狭い方を通っちゃいます。結構エレベーターって奥にあるので奥側のエレベーターに向かいます。待たなくていいの？ゆりかもめの駅では車椅子マークが表示されてあったのでそこに向かいます。じゃん、はい。こんな感じで隙間も傾斜も少なかったです。東京リックサイト、東京リックサイト。はい。私は体幹がなくバランスが取れないので手すりがないと揺れに耐えれません。まこちゃん、エレベーターまで向かう時のホームと壁の間の通路って結構狭くて本当に怖いです。でもホームドアがあるととても安心します。見てわかるようにですね、エレベーターがないと駅の外に出れないので待ち時間が多いのは日常茶飯事です。めっちゃ映ってるよ。誰？まこちゃん。そう、ドアップじゃないじゃん。本格聞くから髪の毛染めたもんね。そうです。あ、おじいちゃん、さっきのじゃない、2回目の。やっぱりね、スロップを頼むと結構時間がかかったりするので、こういう段差がない場所っていうのも山手線とかにも増えてきたので、
もっともっと段差がなくて車椅子の人が一人でも乗り降りできるような、本当一車両とかでもいいので、増えていってくれたら嬉しいなというふうに思います。はい、次はですね、扉の開け方ですね。これは車椅子のお子さんを持つお母さんから、どうやって開けますかっていうふうなことを聞かれたんですが、なかなかこうそういう扉があるところで友達といるとかっていうシチュエーションがなかなかなくて、ずっと取れなかったんですが、神戸医療福祉専門学校三田校さんにお邪魔した時に、結構ベストな扉が何パターンかあったので、そこで場所をお借りして取らせていただきました。全ての人に当てはまるっていうわけではないんですが、ぜひ参考にしてみてください。押し戸の場合ですが、右手に寄りかかるようにバランスをとって、左手で漕ぎながら、あと車輪も使ってこう押していく感じですね。引き戸の場合ですが、右手で車椅子をこうバックさせながら、左手でドアを引き寄せて出ていくっていう感じです。この両開きのドアはちょっと特殊だったんですけど、まあ、こうやって反動を使って、両腕で自分の方に扉を引いて、で片方が開けばもうあとは引き戸の要領と一緒です。これが2回目で、横から見た時の映像になって、1回目とちょっと引き方が違いました。あと奥にも行く扉の場合は、片方を押して片方を引いてすり抜けていってます。はい、こんな感じで、押し戸、引き戸、両開きの開け方をやってみました。ただ扉の重さや、あと風の影響とかで全然開けれたり開けれなかったりするので、もし、見かけた際にはお手伝いしてくれたら個人的にはすごく嬉しいなというふうに思いますし、ただどんな風に開けることもサポートしていいかわからないっていう方は、神戸医療福祉専門学校さんの YouTube で扉を開ける時のサポートの仕方っていう動画をこんな感じでですね、お伝えしてるので、ぜひそちらをご覧いただいて、見かけた時に役に立てていただきたいなというふうに思います。こんな感じで、まあ私も、まあでももう3年目か、車椅子3年目ですが、やっぱいろんな場所でぶつかる、どうやってやったらいいんだろう、あ、こういうのってどうするんだろうっていうことがあります。ただいろんなところで行動している分、自分で考えてやろうとか、まあ、あと他の方々からサポートいただいてできることっていうのはたくさんあるので、まあそういうのも動画に今後、やっぱ誰かがね、いないと撮ってもらえないっていうのがあるので、なかなか一人の時はすごく難しいんですが、ちょっと発信の期間が遅れてもそういうことも動画にしていきたいと思いますので、こういうことどうやってやってますかとかって、まだまだ疑問がたくさんある方はぜひコメント欄に書いていただけたら嬉しいです。はい、ではこの動画が役に立ったらいいなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。